夢中になれない夜、ときめきさえ冷めてくスピードに今は追いつけない。欠かさず電話をくれる、わがまま聞いてくれる、爆裂エイトレンジャーのメンバーだ。ジャックと豆抜きのノベルワールドは平和そのもの。ジャックがピヨピヨなのを除けば別に変わったとこはないんだ。ところが雲の上の巨人の国がもうぐっちゃぐちゃのボロボロ、ビルは立ってるし車は走ってるし、おまけに巨人は何万人もいるし、なんとか雲に取り付いていた邪霊モンスターをやっつけることはできたけど、敵のノベルワールド潰しもだんだんと手が込んできたようだな。さーて今日はどんなノベルワールドが待ってるのか超楽しみだぜ。ピノキオ黄金の日々。行くぞあたいの顔になんかついてるの？違うの、そうじゃなくて、その格好の時のタルトってなんか大人っぽいなって。ええ、そうですわね。私も憧れちゃいますわ。そうかな、あたいは鳥になろうが人間になろうが心はいつも同じだけどな。危ないおちろ、お前のパスが悪いからだぞ。何を言う、拙者ならあれぐらいの球取れたでござる。それじゃあ俺がまるで下手くそみたいじゃないか。みたいじゃなくてそうなんでござる。なんだぞ、やるでござるか。お前らその前に何かすることがあるんじゃねえのか。いやタルトはタルトだわ。爆裂エトレンジャー発進！ほな早速行きましょうか。今回は犬の時代、鳥の時刻、うの方角、ピノキオのノベルワールドだす。子供のいないゼペットじいさんの作った木の人形ピノキオの話だろ。嘘をついて遊んでばかりいたら鼻が伸びたりロバに変わったり、でも最後はいい子になって女神様に人間にしてもらったんだろ。ごめんと、ほな出撃メンバー決めまよ。ルーレットスタート。今回のメンバーはバクマル、ポチロ、タルト、クリームの4人さんだす。ほな、いってらっしゃい。気ぃつけておくれやっしゃい。毎回このパターン、なんとかなんねえの。もう嫌。ここがピノキオの世界か。今のところジャレーモンスターによって変わったところはないようでござるが、とにかくピノキオに会うのが先決ね。危ない、バカ野郎、危ねえじゃねえか。危ねえのはそっちだ。そうでござる。なに、道の真ん中に突っ立ってたのはお前らだろうが。あたいらはピノキオを探してただけだよ。ピノキオ、これはとんだご無礼を。そうですか、ピノキオ様のお知り合いでしたか。ピノキオ様、さあさあお乗りください。ちょうどピノキオ様のお屋敷に向かうところですから。お屋敷だって、会えばわかるさ。そうでござるね。チェ、なんだか知らねえけど気に入らねえな。ピノキオはそんなに有名なんだ。そりゃもう有名も有名、この町の金づる、いやいや、まあ名士でして。んあ、ほらほら、ピノキオ様のお屋敷が見えてきましたよ。これがピノキオの家。はあ、ピノキオは金持ちなんでござるね。それでは早速いただきまーす。こら、何しに来たか分かってんのか。ピノキオに会うんだろ。ここで待ってれば来るんだから、飯ぐらいいいじゃねえか。じゃれーモンスターを見つけてからだ。チュッ、ほらよ。結局じゃれーモンスターはいないみたいでござるな。気を取り直した。いただきます。ピノキオ様のご入場です。なんだあのキンキラキンの置物は。あれがピノキオ様ですよ。あれはピノキオ。はあ、ジャレーモンスターのせいで木のピノキオが金のピノキオになっちゃったんだわ。それにしてもセンスないな。ということは銀のピノキオもいるんだな。それは金の斧、銀の斧。というわけで、子どもの上層教育の一環としてこの町にコンサートホールを作りたいのですが、うん、それでは早速。何をでござるか。そのでかい耳は飾りだ。あ？いかがでしたか、トランペットポロネーズ第5番黄昏は。最高だよ。まさに夕焼け空に3羽のカラスが帰っていく情景が見事に表現されてるね。こんな素晴らしい演奏は聞いたことがないよ。ピノキオの鼻が伸びたということは。嘘。じゃ、これを。はあ、ありがとうございます。なるほど、鼻が金の延べ棒に。だからピノキオは金持ちなんでござるね。ピノキオ様、馬車の走りやすい道路を作りたいのですが。それより先に港の整備を。いや、病院が先です。はいはい、順番に順番に。やいピノキオ、なんてことしてるんだ。羨ましいじゃねえか。マダイ、お前はいいことをしなくちゃいけないんだぞ。僕、こうしていいことしてるよ。いいことはいいことだけど、そうじゃなくて、その、どう言えばいいのか。それが本当にいいことだったら、あんたはとっくに人間になってるはずだぜ。え？なんで人間にならなくちゃいけないの？それはその…なんだかよくわかんないけど、人間になるより今の生活の方が楽しいもん。ピノキオ、クリームソーダができたぜ。え、本当？コオロギくん。ご希望通りプール全部がクリームソーダさ。うひゃー、最高。すぐ行こう。待って、ピノキオ。あ、メル、お願い、あの人たちの話をちゃんと聞いてほしいの。そんなことより、まだそのボロっちい服を着てたのかい？私はこれがいいの。そうか、この間買ってあげた服が気に入らないんだね。明日また新しいのを買いに行こう。それより話を。ピノキオ、アイスが溶けちゃうぜ。じゃ明日ね。ピノキオ、話を聞かせてくれないか？ピノキオ。おじいさん、おかゆができたわよ。メルかい、いつもすまないね。おじいさん、それは言わない約束でしょ。あんたがゼペットじいさんだね。それじゃあゼペットじいさんが木のピノキオを金に変えたんだね。わしが裏山で金庫を見つけたばっかり。おじいさんは愛するピノキオのためを思って、それがこんな結果になろうとはわしでいけないんじゃな。今ではピノキオのことを心配してくれるのは幼なじみのメルだけじゃ。ピノキオは必ず元に戻るよ。じいさん、あとは俺たちに任せな。ピノキオさんはそりゃもういいお客さんですよ。けどねそりゃうちはおもちゃを売るのが商売だから、全部買ってもらうのはありがたいけど、他の子供だって欲しいでしょ。金持ちだからってね。うん、だいぶ苦労しているようですね。じゃれいモンスターがいないばかりか。ピノキオの陰口ばかりとは。成金とはいえ寂しすぎますわ。青春は二度と帰らないのに。あ、タルトたちだわ。あ、美味しそうなリンゴね。アップルパイを作ろうと思って、ピノキオが好きなんです。優しいんだ。焼けちゃうな。違います、そんなんじゃ。メル、探したよ。ほら、買い物に行く約束だったろ。さあ行こう。ああ、ごめんごめん、代わりに新しいリンゴを買うからさ。いや、メロンの方が美味しいな。そうしよう。メル、メル、どうしてどうしてなの。メル、どうしたんだ。ピノキオのバカ、もっとメルの気持ちを考えなさい。メルの気持ち、なんだよそれ。ピノキオ、あんなのほっとけよ。それより今からプリンのプールを作ろうぜ。おい、どこ行くんだよピノキオ。ちっ笑いが止まんねえぜ。こんな簡単に引っかかるとはな。所詮はガキだからちょろいもんよ。まったくいい金づるだぜ、ピノキオ様よ。ピノキオ。僕はみんなのためを思ってしてたのに。メルが元気出さなきゃピノキオは元に戻らないよ。ピノキオはあんな子じゃなかったの。それは少しぐらいは嘘をついたかもしれないわ。でも心の優しい子だったの。それが何でもお金で済まそうと嘘ばかりついて、お金は自分で働いて稼ぐものなのに、金の体がピノキオの心まで変えてしまったの。メルピノキオは変わっちゃいないよ。え？あんたのことを思うからこそプレゼントしたりするのさ。ただやり方が派手だけどな。でもあいつの思いだけは感じてやってほしいな、タルトさん。わしゃいけないんじゃ。だから俺たちはじいさんを責めてるんじゃなくて、怪しいやつを見なかったがあって。わしがピノキオを金ピカにしたばかりに、わしがいけないんじゃ。さっきからこればっか。コオロギの言うことを真に受けたわしがバカなんじゃ。コオロギだって。コオロギのやつがピノキオを愛しているなら、木より金の体がいいだろうと。やはりわしがいけないじゃ。メル。港でピノキオが働いてるって噂を聞いたの。おかしいよね。初めは人違いじゃないかって思ったの。でもよかった何やってんだよピノキオ、額に汗なんかして。それよりプリンのプールが完成したんだ。すぐに泳ぎに行こうぜ。ピノキオごめん僕は行かない。なんだって、熱でもあるのか。今の生き方は違うと思うんだ。僕このままだとダメになっちゃうよ。ダメになるわけねえだろ。みんながお前の嘘を待ってるんだ。お前はいいことをしてるんだぜ。今まで通りにどんどん嘘ついてガンガン遊ぼうぜ。ここまでだ。ソーラン。コオロギ君。こっちだ。二人とも早く。貴様ら何者だ。十二戦士爆裂。今度はこっちの番だぜ。うわっ、ラクメル、甲羅が硬すぎる。ならば拙者が食らえ。骨にょい棒も役に立たないわ。くそ、一体どうやって戦えばいいんだ。なったら精霊召喚ドラゴン雷の音が超音波をかき消したのか。しかしこれからどうやって戦うか。危ない。いかん、ダメ元だ。もう一度やるしかね。いけねえ、落としたままだよ。どうすればいいの？これじゃドラゴンも攻撃できない。何かあるはずだ。サーベル王のあった。硬い甲羅でもドラゴンのスパークで触覚を切り落とすことができた。いや、切り落としたんじゃない。スパークの後、根元からポロリと落ちたの。根元？バクマル殿！ナイスパス！付け根だ！バクマル、羽の付け根を狙え！あいやー！最高にキレンだ！元に戻ってよかった牛。でも物語ではこれからが大変なのよね。大丈夫さ、あの二人ならね。そうね、メルがついてれば安心だわ。ああ、そこそこ強くもんで効くわ。結構凝ってますね。今日は仕事頑張りすぎたでござるよ。それお疲れでしょう。ところでポチロー先生、あのパスは本当に見事でしたね。ああ、あれね、拙者も初めてにしては上出来だと思ったでござるよ。初めて？拙者サッカーは今回が初めて。タルト殿の顔に当てたのがいい練習になったでござるね。へえ、それじゃ狙って当てたんだ。いや、当然でござる。天才にまぐれはありえ、るんでござるよ。これが思えばかのコロンブスがアメリカ大陸を発見したのも、キュリー夫人がラジウムを発見したのも、まさに偶然の賜物。天才とは 99% の努力と 1% の偶然によって作られるんでござるな。言いたいことはそれだけか。ごめんなさい。逃がすかギャイー。サッカーはゴリゴリでござる。爆裂将ら。